さんこんにちは、大塚健二です。今ですね、2022年12月29日の朝8時です。昨日でね、仕事納めだったので、今日からね、1月3日まで仕事はお休みになりますので、ゆっくりしようかなとも思ってたんですけど、なんだかんだ結構ね、予定ががっつり入っている状態なので、今回ね、6日間の休みをカメラ回しながら過ごしてみようと思います。どうなんだろう、編集したら多分結構ダイジェストな動画になってるかもしれないけどね。ちょっと休みを満喫していきたいと思います。とりあえず今日はね、城崎温泉の方にカニを食べに行きますので、早速出発しましょう。ついに城崎です。さあ、お店の方向かいましょうか。湧き出してる。すごい煙やん。煙、湯気。湯気がすごい。はい、ということで夜6時ぐらいですね、今。帰ってきました、自宅の方に。で、今から何するかっていうと、ちょっと休憩もしたいんですけれども、今日木曜生配信の日なので、ゲームのやつですね、サムネとか作ったり準備したりしていきます。で、あとはあれですね、今日撮ったこの動画とかの編集とか、あとは大晦日にやるゲームの生配信のサムネ作ったりとか、そういういろいろやっていきたいと思います。はい、ということで皆さんこんばんは、大塚健二です。今回もですね、木曜生配信やっていこうと思うんですけれども、今回やるゲームがですね、こちら、この館には黒い悪魔、通称黒鬼が出るらしい。一体どんなやつ、何なのかどんなやつなのかかな。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。おやすみなさい。ということで、配信とかも全部終わりましたので、あとはやることやって、明日に備えようと思います。はい、ということでですね、今日は2022年12月30日の、今、午後2時ぐらいです。決してね、今起きたわけじゃなくて、午前中はね、ちょっと別の用事でね、出てたんで、今から撮影しようと思うんですけど、今から行くのはね、
愛知県の岡崎市の方に向かうことになってます。まあなのでね、ちょっと長旅になりますけど、気をつけて向かっていきたいと思います。今5時50分ぐらいですね。JR 東海の金山駅まで来ました。ここから名鉄に乗っていきます。はい、現在ですね6時35分ぐらいかな、愛知県東岡崎の駅まで到着しました。まあ、本当はね東海オンエアの聖地巡りをじっくり明日とかにやりたいところなんですけど、急遽ねちょっと明日昼ぐらいまでに関西に戻らなきゃいけなくなったので、今日できる限り回って明日はほぼ始発レベルで電車乗って一旦関西に帰りたいと思います。なので急いでいろんなとこ行きましょう。駅出たけどどこが何か分かんないよこれ当たり前なんだけど、まあね動画でしか見たことのない世界だからねまあとはいえそんなに時間があるわけでもないから、とりあえず行けるとこいろいろ行きたいし、その辺回ってみるか。割とお店多いからねメインの通りだとは思うんだけど、満腹屋とか見つけたいね、できれば自力で。あ、満腹屋あった満腹屋あったあったけどあれ閉まってる感ある満腹屋あったんだけどすごい外掃除してるから多分閉まってるね。あれちょっと後で時間確認してみよう。明日、いや明日微妙いな、でも明日朝早く出なきゃいけないから、まだ年末だからやっぱりちょっと営業時間違うのかな。まあ、後でまたちょっと寄ってみます。あとネットで確認したところ今ね年末年始満腹屋やってないらしい。今日3時までやってたらしくて、で明日から3日間休みらしいのね。だから、まあ、多分行けない。鉄山マンホールがねどうやら満腹屋と反対側らしいので、ちょっと今反対向きに歩いています。駅からこれはどっちだ、北東方面に当たるのかな、ちょっと分かんないけど、なんか芝生がいたわなんだろうこれ、マンホールっていうぐらいだから地上だよね多分、違うのかな。家康像の近くって言ってて、家康像のあれだもんね、後ろ見えてるやつ。 あったこれだ、元側のほんと近くだわ。こちらです鉄屋マンホールがありました。川沿いだね、ほとんど道なんだけど川沿いにありましたということでね。東海オンエアボードあったわ、でかいねようこそ岡崎って書いてある。まあとりあえずそうだね、岡崎公園の方向かってみようか。岡崎城とかあるもんね。なんかめっちゃ街頭ビジョン街頭ビジョンっていうのがめっちゃりょうくん出てるわ。あ、顔隠れちゃった。岡崎ってことなんで岡崎公園までやってきました。開いてんのかな岡崎公園どうなんだろう。岡崎城は休館中って書いてあるわ。公園は入れんのかな。徹夜がいましたこんなところに岡崎城かなの入り口にいましたね。等身大なんかどうなんだろう。あれかな、岡崎城の中は入れないっていう意味なのかな。それ以外は別に大丈夫なのか。これがあれかな、からくり時計かな、ちょっとわかんないけどここ撮影してたところかな。多分あの24時間ダーツ生活の時にこの辺、ま、この辺走ってたような感じがするんだけどね。どっからどこに走っていたのかわかんねえな。どっか坂道登ってきてたよね。ここの坂登ってきてたのかな多分多分そうだと思う。はい、ということでこちらがライトアップされてる岡崎城ですね。
入れないみたいですけど、まあとりあえずこんな感じですかね。本当に満腹行けなかったのはちょっと残念だけど、ちょっとねスマホの充電もそろそろやばい感じなので、このままちょっと他のところは一旦置いときまして、ネットカフェがある方に歩いていきたいと思います。思った以上にねビジネス街に近いかもしれないね。 駅前以外は、駅前はね飲み屋が多い感じがする。4モール岡崎とかに行ったらねいろいろあるんだろうけどね、東岡崎駅周辺はそんなに遊び回るところって感じじゃないね。まあちょっと明日も忙しいんで一旦これで今日は終わっときましょうか。はい、ということでですね、ただいまの時刻朝5時40分くらいですかね、岡崎の快活クラブを出て今から近くの駅の方向かいます。ほぼ始発ですね、始発レベルの時間で大阪まで戻りたいと思います。まあこれ東岡崎から乗るわけじゃないんで、名鉄のなんか環状線みたいなのがあってね、それでとりあえず、まあ、JR に乗れたら何とでもなるのでねそうしたいと思います。いやまあちょっとね岡崎は消化不良な感じで終わっちゃったから、またちょっと来たいな。切符は車内でお求めください。なんかすごい名鉄じゃなくて愛知環状鉄道って言うんだね。ここでも押しちゃうのか。岡崎駅で降りるときは水色の IC 乗り換え改札新幹線をタッチしてください。いやでも青春18切符だから一旦出なきゃいけないんだよな。はい、JR 岡崎駅まで到着したんですけれども、どうやらね星さんのマンホールがこの近くにあるらしいので、ちょっと乗り換え時間あるのでね急いで行ってみたいと思います。はい、ということで出会いの森公園ですかね、星さんいました。星さんがちゃんといました。ここに無事にね哲也と星さんはねマンホール見つけることができました。本当はね、としみつのやつも行きたかったんだけど、駅が違うみたいでね、藤川駅かな、そっちの方まで行かなきゃいけないみたいなので、またの機会にしたいと思います。では、JR 乗りましょう。3番乗り場から新快速姫路行きが発車します。ドアが閉まります。こちらです。3番乗ります。京都までお待たせいたします。次は彦根、彦根です。午前9時48分ぐらいですかね、今。大阪まで帰ってきました。家まで戻ります。はい、いろんな用事をなんとか終わらせまして、あとちょっとね仮眠も取って今夜の7時ぐらいですね、まあ、8時から生配信ゲームやるので、ちょっとそれまでに年越しそばを先に食べて備えたいと思います。はい、ということでですね、年越しそばを食べて、シャワーも浴びて万全の状態でですね7時55分ですね、あと5分で、生配信始めますので頑張っていきたいと思います。ということで、皆さんこんばんは、大塚健二です。12月31日このゲームをやりながら年越しを迎えるという形になるかなと思います。ストーンもいいんだけど、なんか落ちていきそうだな。登るステージでストーンはねあんまり使いたくないんだよね。強いけど別にそんなスピードを出さなくてもなんとかなるくない感がすごい。はい、生配信をなんとか終えまして、まあクリアまではいかなかったんですけれどもね、今1時34分
を迎えているところですけれども、明日はあの北陸の方に向かいますので、5時40何分かの電車に乗る予定にはしているんですけど、まあ今回ね、いつもはね、あの青春18切符、まあ、今回もそうなんだけど、青春18切符で行って日帰りで金沢に行ってたから、結構朝早く出なきゃいけないみたいな感じだったんだけど、今回はね、あの一応一泊できるから金沢、まあ最悪始発じゃなくてもいいかなとは思ってるんだけど、まあできるだけね早くやっぱり出発したいので、あの5時起きを目指しつつ、もうどうしても体力持たなかったらもう少し寝てから出発したいと思います。まあでもね、あの遅くとも2時ぐらいには金沢に着けるようにちょっと調整したいとは思います。ということで、また明日寝ます。はい、ということで気づけば朝の8時半ぐらいですね。ちょっと予定よりも遅れてはしまったんですが、まあそれでもね、あの鈍行で行っても3時前ぐらいにはね金沢に着きますので、金沢今から向かっていきたいと思います。朝の11時15分かですね、敦賀まで到着しました。このあとね、次の出発が11時37分とちょっと時間があるので、20分ぐらいね、ちょっと駅の中とかにコンビニないかなと探してこようと思います。駅構内には何もなさそうな感じなので、一旦改札出ましょうか。青春18切符なんでね、改札出れるんでね、行ってみましょう。半ぐらいですね、今お昼の、福井駅まで到着しましたけれども、今度ですね、金沢行きの電車が1時12分ということで、まためっちゃ時間あるので、ではさっきよりかなり時間があるのでね、ちょっと一旦福井駅も出てみたいと思います。普通に天気悪いわ、めっちゃ雨。まあ、金沢っていうか新潟の予報が雨だったから、あの一応傘とか持ってきてるんだよね、折りたたみの。だから多分大丈夫だと思うんだけど、まあ多分金沢も雨なんでしょう。明日がね、止んでくれたらありがたいんだけどね。とりあえずちょっとそこのショッピングモール的なところ入ろうかな。ちょっと多分撮影できないけど、中はまあちょっと出発までゆっくり過ごしましょうか。駅のこっち側、反対側何もないな、本当にすごいな。福井名物羽二重餅って書いてるんだけど、羽二重餅って福井名物なの、なんか京都のイメージだったな。1時前だけど太陽出てきたわ、なんかわからん天気だな、本当に。金沢もこれぐらいね、落ち着いてくれたらいいんだけどね、天気の方が。新幹線の駅開業に向けてすごい工事ですね、これ。まもなく加賀温泉、加賀温泉です。お忘れ物のないようにご用意ください。45分ですね、金沢駅に到着しましたけれども、すごい人だわ。さすが金沢はすごいな、やっぱり。
この後の予定なんですけれども、結構目的地が限られてまして、まあ、今日に関してはどっちかというと北側の方を回るんですけれども、まあ、ちょっと映せないところなんですよね。仏教絡みで新しい北陸の本部ができたので、まあ、そこに向かうんですよ。そこはちょっと撮影できないので撮影しないんですけど、あとね、兼六園とあと B 級グルメのハントンライスっていうのを食べるっていうのが金沢の目的なんですけど、ハントンライスいつも食べてるグリル大塚っていうお店がね、どうやら今日と明日休みなんですよね。でもう一個ハントンライスやってるお店が明日ならお昼の11時から営業してるっていうことなので、その店には明日の11時行きます。で、兼六園に関しても明日の朝8時から空いてるということなので、明日の朝8時に行きます。北口じゃなくて西口だったわ。金沢港口だった。雨心配だったんだけど雨降ってないわ。水たまりあるけどね、なんか全然たまに晴れ間も見えて青空も見えてる感じで、思った以上に心配なかったね。若干雪も残る。やっぱ寒いわ。まあ、とはいえね、もう死ぬほど寒いってほどではない。まあ、大阪の夜ぐらいの寒さかな。割と今、3時前には着いてるんだけど、その本部がね、5時には閉まっちゃうから、割と急がなきゃまずいんだよ。すごいな、あれ除雪作業後みたいな感じかな。はい、とりあえず目的の場所行って用事は終えたんですけれども、近くにね、なんかイオンモールあるらしいんで、ちょっとどんな気候か分かんないけどね、まあとりあえずちょっと行ってみようかなと思います。結構大通り気味な感じなんだけど、やっぱりあれだね、元日でかつ日曜日っていうこともあって開いてない店多いね。とりあえずね、夜食べるところを考えないといけないからな。まあ、イオンモールがね、普通に空いてれば全然大丈夫なんですけど、まあ、今の時間がね、だいたい4時半ぐらいなので、まあ、夜食べるにはまだもうちょっと時間あるんで、ただ店がね、何時まで空いてるかとかが分かんないからね、まあ、あとね、結構口コミ評価の高いスーパー銭湯的な温泉を見つけたので、そこ行って最終快活クラブかなって感じに考えています。イオン見えてきたけど、なんかマックスバリュー説あるな。大丈夫かな。はい、ということでイオンタウンですけれども、猛烈な雪の山がすごいんだけどね、こっちはマックスバリューっぽい感じだね。面白そうだから入ってみるか。はい、まあ、ビレバンとダイソーはあったかなっていう感じですね。はい、まあなのでこっからちょっと例の温泉の方向かおうと思うんですけれども、雨がちょっと強くなってきたかもなんですが、割とすぐそこなんだよね、場所が。だから多分大丈夫だと思うんで、そこ行ってで快活クラブ行って宿泊という形で、まあ今日は終わりかなという感じです。また明日はね、朝からの動きになるので、まあ、ゆっくり休めたらなと思います。
ということで1月2日の朝8時半ぐらいですね、今快活クラブの方出たんですけれども、若干ちょっと雪が舞ってるかなものすごい寒い。いやもうこれは北陸の寒さって感じだねマジで。ちょっと今からね、先に兼六園の方向かいたいと思いますので行ってみましょう。はい、ということで兼六園までやってきました。発送天気悪いですよね。正月、年末年始かな、12月31日から1月3日までは兼六園無料で入れるんですよ。なので正月三が日あたりに金沢来るときは必ず兼六園に行きたいと、ちょっと中入ってみたいと思います。そもそも兼六園って何かというと、庭ですね、一言で言うと日本庭園的な感じかな。で、今日はね1月2日のしかも朝8時ということで、さらに天気も悪いってことでめちゃめちゃ人少なくて全然カメラ回しても大丈夫な感じなんですけど、普段はめっちゃ人います。で、この時期何がレアってね、こうやってねもうめっちゃ雪なんですよね。やっぱり日本庭園とかってなると結構雪が積もりやすいっぽくて、結構いい感じにねこう雪の兼六園を見ることができるんですね。近くに美術館もあるからそっちも行ってみたいんだけどね、時間的に厳しいかなって感じですね。川を渡っています。すごい日本庭園らしさがあるね、すごい。だから松とかがあるとやっぱり、ね、松とか池とかがあるとやっぱりね日本庭園感あるよね。なんかすごいいい感じ、いい感じのところザ日本庭園って感じのところ、ガチの雪だわこれ天気雪だわ、すごい。もうそりゃ積もるわ、こんなに降ってたらもっと降るんだろうな。はい、続いてお隣のね金沢城の方にも来てみました。こっちもね無料で今入れるんでね、引き続きちょっと回ってみたいと思います。はい、実は金沢城にもね日本庭園があるんですよね。ここは結構僕好きなので行ってみたいと思います。こっちの日本庭園もそれなりの広さはあっていい感じになっているんですよ。小さい滝もありますやっぱりね、なんかお城だからか石垣とかもねこうやって残ってんだよね、堀っていうのかな、島みたいなところもあるんだけどね、あそこはね入れないんだよね、さすがに。さすがに入れたら危ないかな、落ちたらやばいしね。こんな感じのね日本庭園がね金沢城の方にもありますということで、はい。でね、ざっと回ったんだけど、まだ朝10時ぐらいなんだよね。で、11時にならないとちょっとハントンライスのお店が開かないので、もうちょっとね、時間潰さなきゃいけないので、どっかカフェインでも入って、ゆっくりコーヒーでも飲もうかな。ちょっとゆっくり過ごします。こちらですね、霞ヶ谷にやってきました。ハントンライス食べたいと思います。はい、すっと入れたんですけど結構忙しそうですねなんか団体客もいてバタバタしてる感じがしますけれども、ちょっと楽しみにしたいと思います。はい、ハントンライス届きました。結構あれだな、ブリロー使って比べるともっとオムライスに近い感じだね。じゃあ食べていきたいと思います。はい、来店から約30分ぐらいで出ました。で、今からバスに乗って金沢駅まで向かって、そこから北陸新幹線に乗って東京の方向かいます。一応4時に知人と渋谷で待ち合わせしてるので、ちょっと急がないと微妙な感じなんですよね。今まだ11時台なのに、ね、急がなきゃいけないっていうすごい状態なんだけどね。行きましょう。金沢駅到着しました。
側から見ると本当ねすごい立派だよ。北陸新幹線に開業してむちゃくちゃ立派になったから。それではね、初の北陸新幹線乗っていきたいと思います。10時57分発の博多562号に乗っていきます。本当は輝き乗りたかったんですよね。全車指定席、指定席埋まってるからもう博多の自由席で行こうと思います。じゃあ早めに並んどきましょうか。上越新幹線から来たかな、わかんない、そんな感じでね、人がちょっとすごすぎてあれなんだけれども、ここからは在来線乗り換えてね移動していきたいと思います。お客様に繰り返しご案内いたします。ただいまこの付近の列車にて緊急の赤信号が発せられ、この列車その赤信号を受信しただいま緊急停止を行っております。現在原因を確認しております。この列車しばらくこの場にて運転を見合わせます。運転再開までしばらくお待ちください。はい、ということで渋谷の方到着しましたけれども、途中でねちょっとなんか車両のトラブル、車両トラブルじゃないか、なんか信号トラブルみたいなのがあったんでちょっと電車遅れたんですけれども、それでもまあ3時半までには到着できた感じですね。はい、今からまあちょっと人に会うのでしばらくはちょっと撮影できませんが、またちょっと夜映せるかな、どうだろう。で渋谷での用事が終わりましたので、次はですね、明日が用事があるのは立川なので、今から JR で立川の方向かいます。でもまだ起用時間あるからちょっと渋谷回ってからしようかな。渋谷ちょっと楽しんでから店とか回ってから立川行きましょうか。ちょっと予定を変更して一回来てみたかったら六本木の方に来てみました。一回来てみたかったんだよ。なんかよく考えたら渋谷めちゃくちゃ行ってるから、なんか行きたいところってパッと思いつかなくて、それならいっそのこと六本木行っちゃおうと思ってね。渋谷からすぐでした。ちょっと回ってみようかな。すごい、叙々苑ある。叙々苑が反対側にあるわ。叙々苑初めて見た。叙々苑ってさ、よく名前聞くけどさ、めっちゃ高いって聞くけどさ、店見ることがないんだ。どこにあんのか今一つ分かってないんだけど。六本木も初めて来たけどさ、なんか渋谷見た後だったら全然なんか人いない感があるね。やっぱりあれかな、ビジネス街の感じが強いのかな、これ。なんか、あの高速道路の六本木っていうのは見たことある。ヒカキンさんのなんかで映ってたかな。っていうことはあれかな、ウームの本社とかこの辺にあるのかな、まあ、港区麻布あたりなのかな、これ。なんか名前からしてね、いろんなものが高そう、高さかな。じゃあ六本木ヒルズは逆か、逆っぽいね、逆っぽいわ。なんかそうかなと思ったんだけど、こっちにこっちの方に六本木ヒルズって書いてあるわ。あ、多分こっちだ。
向川行ってみようかな。ウーム本社の場所が分かりました。ホテルリッツカールトンのとこだって。だから反対側来てたっぽい感じだね。ちょっと戻ります。東京ミッドタウン、いや多分これですね。これが多分この本社かなと思います。28階ぐらいらしいです。すごいですね、そう考えたらね。なんか YouTuber をプロデュースする会社がこんなどでかいビルにいるって考えると凄まじいですよ、ね、近くまでは行ってみましょうか。はい、近くまで来ましたけど、すごいですね。もうなんかこの上のなんだろう、こんな屋根みたいなやつでもう上の方が全然見えないけど、まあ、普段ねYouTuber さん、ウームの YouTuber さんはここまで、ね、何かあったら来ているという感じですね。まあ一回来てみたかったんでね。いやーすごいですね。じゃあ次はヒルズの方行ってみますか。テレビ朝日がある、ここが、ここでっかいのが多分六本木ヒルズかな。どの辺から行くんだろう。ここ側でいいのかな。でもこっちも入れそうなんだよな。こっちぐらい、こっち側から行くか。すごいっぽいとこ来た。ここなんかっぽいよね、六本木ヒルズの。さすがにちょっと中に入るのは厳いかな。とりあえずちょっと回ってみようか。あれもしかして閉まってはいるのかな。でもレゴとかあるね、すごいな。なんかおしゃれな、さすが六本木って感じだな。これやばいよね、ほんとすごいね。下まで来ると六本木ヒルズめっちゃ高い。いやすごいよな。向こうの方にはあれがあったからね、あのルイ・ヴィトンとかあったから、特女子の来る場所なんだろうなって感じですね。やっぱレゴがあるね。レゴすんごい気になるんだけど。レゴエデュケーション、あれか、うん、冬季講習か。レゴの学校だよね今は。いやなんかいいな、レゴの学校。なんかレゴ習ってるってすごくない？レゴ習ってるって言ってみたい。子供いたら なんか習わせてみたいね、レゴ。でもあれか、大阪にはないかな、この辺の。あれか、もう港区の子供たちだけがこういうの通うのかな。東京タワーが見えるわ、向こうの。やっぱすごい高さだね、あれが。なんかスカイツリーにやられちゃってる感じがあるけど、こう見るとやっぱり東京タワーも高いわ。さあ立川行きますか。はい、夜の今8時半ぐらいですね、立川駅の方到着しました。南口の方にね、横浜家系ラーメンの店があるので、そこで食べてから、今日は上北台の方にある快活クラブに行きます。立川駅はね快活クラブないんだよね。ポパイはあるんだけど、なので、まあ、モノレールで移動しますね。まあ、どっちにしても明日あれですね、モノレールで立ち日の方行くので、まあちょうどいいかなって感じなんで、そんな感じで行きます。ということで1月3日の朝8時半ぐらいですかね、今、快活クラブを出たんですけれども、あれだね、
鍵付きの個室ない店だったわ。なんかこの近く他にも八王子店とかあるんだけど、八王子店も個室ないっぽくて、で、砂川7番かなのところのちょっと歩いたところにあるところはあるっぽいんだよね。まあ、次回からそっちにしようかな。まあそんな感じで、ではちょっと朝の用事を片付けて、あとはね、今日はもう鈍行で大阪に帰る日だから、まあ、マジで移動時間がとんでもなく長いからね。立川から家の最寄り駅までの終電がね、午後1時55分だから12時間弱ぐらいのね、多分旅になるからね、今からはね。まあ、なので頑張って移動していきましょう。ただいまですね、お昼の1時45分ぐらいですね。立川から今度は1時55分の電車に乗って大阪に帰っていきます。だいぶ乗り換えると思うのでね、家にたどり着く頃に日付変わってる説があるんですよね。ちょっと頑張って帰ります。はい、川崎着いたんですけど、なんか東海道線が遅れてるっぽくて、ちょっとどうなるかわからないね、これ。とりあえず乗れそうな電車乗ろう。どうやら予定通りの時間に戻ってるっぽい。反対側はまだ遅れてるけどね、熱海方面は大丈夫みたいだからなんとかなりそうです。はい、4時ぐらいに熱海に到着しています。まあ多分予定通りですね。この後は17分発ぐらいの、JR 東海の電車に乗ってきますね。この熱海で JR 東海に変わるんですよね、東に。で、米原までが JR 東海になるという感じになりますね。乗っていきましょうか。現在7時46分ぐらい、豊橋駅に到着しましたね。ここでちょっと15分から20分ぐらい時間があるので、まあ本来だったら何か食べるんですけど、なんか予想以上にお腹空いてないんで、昼ね、おにぎりとパンだけ食べてるんですけどね。まあちょっと遅めだったからね、なんですけど、この後ね、結構もう時間が遅くなってきちゃうので、とりあえず今は食べないにしても食料はちょっと調達しておこうと思いますので、確か豊橋駅ね、上の階にコンビニがあったと思うんで、そこで買ってこようかなと思います。次は8時4分出発ですね。なんか愛知県ならではですね、味噌カツサンドがあったので、これだけ食べようかな。これだけ食べて、あとおにぎり2つぐらいと水買ったので、それはまあ後でもしお腹空いたら食べようかなぐらいで行こうかなと思います。10時46分ぐらいですかね、今、安駅まで戻ってきました。この後ね、新快速に乗り換えて大阪駅まで向かいます。ちょっとさっき買ったおにぎり食べようかな。ちょっと時間あるからね、13分ぐらい時間ある。次が10時59分発です。11時59分ですね、大阪駅まで帰ってきました。ここから最寄り駅までさらに電車に乗って到着という感じですね。長旅ももうすぐ終わりそうです。はい、今12時40分ぐらいですかね、なんとか無事に家にたどり着きました。
はい、ということでですね、ちょっと1月4日に被ってしまいましたけれども、なんとか、ハードな年末年始を終えることができました。まあね、いろんなとこ移動して大変だったんですけど、まああくまでね、楽しみに行ってるので、まあ少しはリフレッシュできたかなっていう感じですので、明日からも仕事頑張っていきたいと思います。この動画の編集が大変そうだね。なので、この動画が一体いつ上がってるのかわかりませんが、まあこんな感じの年末年始を過ごしましたということで、今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画気に入っていただきましたら、高評価、チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。今更どうなったっていいじゃないか。続きが見たけりゃそのままで。お祭り騒ぎの